どうも、うちの相方は嫌なやつということでね、うちの相方ロニーっていう、まあ今日いないんですけど、まあなんかちょっと聞いてみましょうか。じゃあロニーなんで今日来てないのか。ロニー、お前なんで来てないんだ今日。熱が出てて。バカ野郎お前、かわいいな。ということで、彼はまあ嫌なやつということなんですよ。っていうのも、僕、まあ見てもらえばわかるんですけど、ちょっとテンパというかね、結構チリチリな髪質なんですよ。もうずっとこれ生まれつきでテンパで、で、まあコンプレックス嫌じゃないですか。なんかちょっとストレートに憧れるなみたいな時期もあって、で、結局、まあなんかその自分を受け入れてるみたいななんですけど、まあ、引っ越して大人になってね、まあ、ちょっとストレートにしたいみたいなのあるじゃないですか。なんかで、宿毛矯正かけようかなと思ったんですよ。で、まあ一応ちょっとキャラ変わっちゃうとかかっこよくなっちゃう可能性があるんで、ロニーに宿毛矯正かけていいかなみたいな聞いたんですよ。で、聞いたらロニーが、何コンプレックスなの？嫌な言葉だとしても言うなよそんなこと。でもね、俺もなんか、いやまあ別にそうもないけどみたいな。嫌なやつだなお前は。おい、反省しろお前。ニース終わる。